猛虎は手強い敵だが、食いさえつければ勝機はある。それだけで砦を落とせますか。多勢といえど一斉にはかかってこられまい。幾度敵の不意をつけると。初手だけで十分、残りは切るのみだ。もうこの兵だ。隠れて行けば。敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ。上げた上達ぶりではないか。こやつら恐れをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。不覚を取るな。救援、隠れて。この門を抜ければならない。よし、下がり続け。どうぞ。騒ぎを起こしてやれ。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。だいぶ腕を上げた。目を集めたようですな。叩き入れにしろ。
進め。足を止めるな。切り捨てて進め。教えた甲斐があったわ。まだ入江と何があった。猛虎に見つかったな。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこのヒアリも敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。猛虎の船を潰せ。砦の兵は任せろ。おじ上、ここで死ぬつもりはないがな。新手の船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。撃ち続けろ。このまま距離を取らせる。必ならず猛虎の狙いをくじくとは。叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったもの。成長したな。あの下踏みには上心もしたためてある。お前を志村の後継ぎにするとな。叔父上、心中では常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。
わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。援軍がつくまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。まずは戦支度だ。お互いにな。終わったら我が久原の陣所に来るがよ。その後共に藩から我が城を取り戻し対馬を救う。父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることになるな。くれぐれも用心しろ。いつかを。走れ、そら。泡の味がおかしくないか。本当だと思うか。もう大将を殺せるのはともかく、さすがに空から飛んできたって話は。フグは己の腕の位置。おお、酒井、よくやったな。お前の働きで城を奪えるだけの兵が集まった。後ほどユナにお会いください。褒美の支度は済ませてある。本土からの遠兵が直島に着く。だがその前に早馬が届いてな。石膏がハーンの下地を手に入れた。龍蔵に宛てたものだ。菅笠衆が我が陣に攻め入るようだ。龍蔵は今どこに。この近く高野山。お前が行かずともよいのだぞ。かつての友です。私が切らねば。では任せよ。こちらは戦支度を済ませておく。ユナもクリアもしれんな。全部は無理だからね。何を置いてきゃいい。いろんなもんだよ。家事の道具は本土で買おう。行くのか。志村様のおかげさ。明日の夜明けには船を出せる。今一度力を借りたい。龍蔵が高野山砦に潜んでおる。無理だ。悪く思わないで。こればっかりは頼みを聞けない。腹を空かせたまま必死に金を集めてきたのは本土で生き直すためなんだ。棒には触れない。
急に立たずとも竜像を撃ってから出立すればよかろう。これはあんたの戦だろう。巻き込むな。私はタカと新しい地で生きていかなくちゃ。ならば止めまい。面倒をかけたな。礼を言う。安らげるよう願う。あんたも。酒井様、ユナの言うことを聞き励むのだぞ。はい、ではお達者で。夜陰に紛れて一人で撃つさ。高野山砦で裏切り者の住みか。砦を探るか。もうこめ、我が物顔でのさばっておる。酒井様、お待ちを。しっ、見つかるぞ。お一人では無謀です。姉さんが行かないならせめて俺が。これは戦なのだぞ。共に立ち上がり島を守ろうと誓ったではありませんか。でしょう、クロード様。もうことは戦わせぬぞ。もし何かあれば。ならば敵の目を引きます。幾人か連れれば戦いやすいでしょう。わかった。ただし追われたら直ちに本陣に逃げ込め。決してしくじりません。ではそろそろ行くぞ。こっちだ。ついてこい、汚い野良犬ども。志村様に所在を告げてやる。お侍が押し寄せてくるぞ。みんな自分たちにやられてしまえ。ホットンハン、マンド怖い。よくやった。
der Mumbai-Straße. Ja, go! Mumbai-Straße!待ってたんだぜ。なぜ来たか分かるな。ああ、居所はあえて漏らしたからな。ハーンと会ってくれ。聞く耳は持たん。よくも裏切ったな。島を守りたくないのか。切り合う意味なんてないんだぞ。いや、龍蔵、意味はある。坂井様、坂井様、目を開けてください。タカ、なぜだ。あまりに遅いので、何かあったかと思い助けに来たんですが、見つかってまずい、逃げなければ。ここで死ぬんでしょうか。諦めてはならん、縄をほどけ。少しでも緩まれば。馬の父の酒だ、我が相場のな。昨日足を折ったゆえ兵に食わせてやった。情けより実を取る。我らは似ていると思わんか。俺は武士だ。いや、一介の武士ではなかろう。クロウドだ。下るよう民を説き伏せろ。さすれば兵を引く。己に従う気はない。その言葉、志村からも来た。戦が終わるというのに。もうこの苦物にはならぬ。誉れ高き一族の中で日陰の身となる辛さ、よくわかる。英雄となるべき我らがその機会すら得られぬ。クロードは英雄だ。聞いたか。民は己に従う。なぜ救ってやらんのだ。同士討ちをさせる気か、龍蔵のように。だが無駄だ。さすがはクロード。こやつの身は案じておらぬか。殺せ、逃がしてやる。選ばせてやる。
今度は過つなよ。殺してやる。尋常に勝負。ユナ、さっきハーンと竜像を見かけた。タカはどこいるんだろう。あんたを追うって文があったんだ。どこなの。なんで。嘘だ。タカ、ユナ待て。タカ、なんで行っちまったのさ。私に黙って。死に追いつこうとしたのだ。クロードに憧れてたからだ。どうしてついて行かせた。戻るよう言ったが、どうしてもと聞かず。この子らしい。置いてけない。死ね、クソ者。
衆は終わりだ。あとは龍蔵を殺してやる。ハーモン、今は次に備えよう。鷹を埋めなくちゃ。手伝おう。タカを巻き込む気はなかった。すまぬ。いい暮らしをさせてやるって誓ったのに。悪いのは私、あんたじゃない。違う。ハーンや龍蔵、島を奪った猛虎のせいだ。生かしてはおけぬ。鷹の仇を討つぞ。島を出る理由はもうない。行くあてもやることも。だから残る。戦うよ。まずは本陣に戻り、しばし休め。後で会おう。鷹の最後どうだった？もののふであったぞ。武士がおるぞ。何奴だ？酒井と申す。本土の武士とお見受けする。いかにも。
小笠田宗と申す。本土のよくぞ対馬まで。火急の時ゆえに下踏みが届くとすぐに我らは出立を命じられました。志村殿から話は聞きましたぞ。この戦に加わり藩を討ち蒙古に奪われた城を取り返せばよいのですな。さようです。恐れながら人に会わねばなりません。南の門でお待ちしましょう。その後志村殿のところへ。釘を打ち込め。しっかり打ち込め。よく働いておるな。誰も怠けてないか。あっしがしっかり見張ってるんですよ。道中で壊れでもしたらお城の門を壊せなくて大変じゃないですか。アザモウラの時にも使えたらよかったな。あっしの荷車がお気に召さなかったなんて。酒の匂いで酔いかけた。タカのことをユナから聞きました。あっしなんかよりずっと度胸がある。タカが聞いたらきっと照れるぞ。ならあっしも精を出さなきゃね。さあどうぞ見ていってくださいよ。これほどの品はありません。酒井様。乗りを新参の稽古中か。稽古ではなく心の整え方を教えていました。武士も槍川の戦士も戦の前に心を沈めた方がいいかと思いまして。そうすれば世の無常も死への恐れも受け入れられるはずです。なるほどな。加わってもよいか。ええ、喜んで。助かったぞ。御仏のご加護がありますように。の玉座はこの世の真ん中にある一番高い山に置かれてるとさ。また遠心の横話。酒井、戻ったか。先生、本土の武士に会われたのですね。いずれも武勇に優れた精鋭だが弓の技を磨いても損はなかろう。百姓たちは申し分ない。腕はないが肝が据わっておる。先生がお褒めになるとは。槍川はかつて島の支えであったからな。蒙古どもを船に追いやることができるぞ。一月稽古ができればな。半時はあります。ならばわしの邪魔をするのはよせ。ジン、戻っておったのだな。百姓たちを苦しめてはおりませんか。さすが槍川。この者らは見た目よりもずっと頑丈だ。頑固でもあるがな。あなたには及ぶまい。当然だろう。少し前なら私の言葉に耳を貸すこともなかったろうに。こうして力を貸すようになったのはお主の働きのおかげだ。答えねばなりませんね。私も励まねば。役立つものばかりです。素材が足りないようですね。本当だって。蒙古の皇帝の玉座はこの世の真ん中にある。何かご入り用でしょうか。
って名前だっけ。誰のことだ。まあ、地頭様と一緒に戦おう。たちも槍も扱えないだろ。対馬に攻めてくる前、蒙古は内輪もめをしてたって言ったんだ。唐国だけでは飽き足らず。役立つものばかりです。対馬が蒙古に乗っ取られたとしても仏を恨む。いよいよだな。援軍もおる。備えは万端と言えよう。少しは休めたか。眠れやしない。鷹にはすまないことをした。クロードのこと、あの子もヤリカワも信じてる。立ち上がってくれたのはあんただけだったから。クロードのためならみんな死んでもいいって。俺も対馬の民のため死ぬ覚悟だ。分かっておろう。覚悟だけならいいけどね。しばし外すぞ。小賀殿に会わねば。戦場で待ってるよ。ではならんぞ。もしお前が、なんて名前だっけ。誰のことだ。志村様の城を奪ったとしたら、まず何をすると思う。奴らのこと。酒井殿。小賀殿、叔父上の所在は。丘の上でお待ちだ。道中小賀家の者でお守りして信ぜよ。痛み入ります。ハーンを待たせる気はありません。さようか。お働き伺いましたぞ。志村殿をお救いし、さらに無礼な槍川までまとめ上げたとか。戦は不慣れですが、信用に足る者たちです。その言葉を信じましょう。時に民から二つ名で呼ばれているそうですが、クロード。武士が全て討たれ、信じる者を欲したのでしょう。だが我らが来た。今こそそうしたまやかしが捨て去り、本来の掟に従うべき時が来たのでは。今は対馬とこの島に住まう民を救う時。ハーンを撃つまではお待ちください。いかにも心得た。志村殿、老い子殿がお着きです。陣。良い働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜蔵は逃がし、ハーンには捕らえられて寝返るよう迫られました。ハーンと話したのか。捕まった折に。知っておれば兵を率いて助けに向かった者を。ユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みもそなたが耐えた苦しみもハーンに償わせてくれよ。ジン、そなたに志村家を譲る上申が認められた。対馬を守った暁にはそなたはわしの跡継ぎとなる。クロードではなく武士として。ありがたく存じます、叔父上。今日は叔父と甥として戦に赴くが、明日は共に勝利を祝おう、父と子として。
侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で、計りやすく、組みしやすい。だがクロードは底知れぬ、ゆえに手強く、恐ろしい。理は我らにある。対馬の命運をこの戦で決しよう。ハーンを討ち取りましょう。共に。そして鎌倉に吉報を届けるぞ。対馬の勇士たちよ、これよりコトゥンハーンを討ち取り、我が城を取り戻し、蒙古どもを対馬から打ち払う。